はい、ビートル夜ジャーでございます。本日は今日はですね、ポークビッツと、キャベツの、ガリバタ醤油炒めと、あとご飯白飯と、あと味噌汁ですね。味噌汁はナスビとほうれん草とわかめと、油揚げと豆腐と、刻みネギです。で、丸宮のたらこふりかけ、これをちょっとかけてご飯に。丸宮のふりかけうまいですよね。丸宮のふりかけ大好きなんですよ。今日はラーメンじゃなくて、すいません、ラーメンばかり食うてると体に悪いんですよ。ほんまは食いたかったんですけど、今日はちょっと我慢して味噌汁にしました。はい、今日はくり、糖質じゃあ贅沢ゼロでいただきたいと思います。あー、暑っ。早速お疲れ様です。乾杯。あ、うまい。今日はちょっとガリバタ醤油炒め作ったんですけど、ちょっと醤油ちょっと入れすぎたかな。ちょっと塩辛いかもしれません。結構ええ感じの味付けになってますわ、ポークビッツなんかも久しぶりですよ。この大概ウインナーって言ったらアルトバイエルンかシャウエッセンとかじゃないですか。ポークビッツってね、だから弁当に入ってることが多いじゃないですか。はい、味噌汁をいただきます。豆腐あったぜ。あれですね、豆腐って味噌汁に入れるとめちゃめちゃ美味しいですよね。もうほんまにこう和食の王道というか。皆さんも味噌汁とか飲まれますか？僕は味噌汁を飲むって言ったら、そうですね、朝ごはんというか、弥生軒とか町角屋行った時に定食で味噌汁飲んだりとか、あと吉野家とか、あと松屋とか、朝食いに行った時に味噌汁飲む程度で、晩飯とか昼飯はほとんど飲まないんですよ。まあカップラーメンとかラーメン系が多いんですよ。味噌汁はあれですからね、やっぱ体にいいですからね。あ、キャベツうまい。キャベツとポークビッツめっちゃ合いますよ。またポークビッツ一口サイズなんでめちゃめちゃ食いやすいんですよ。ちょっと酒のビールのあてに最高かもしれない。あ、うまい。味噌汁なんか久しぶり作りましたよ。あ、味噌汁はもう簡単ですからね。水に昆布だしですかね。僕はやっぱり昆布だしかいりこだしか、まあどっちか使って、あと味噌入れて溶いて、あと具材入れるだけなんで簡単なんですよ。ラーメン作るより簡単かもしれない。で、豆腐はもう包丁で切らんと、もうスプーンですくって、もうボン入れました。包丁で切るのめんどくさかったんですよ。
豆腐と、まあ、ナスビもそうやけど豆腐と油揚げ、まあ、油揚げか刻み揚げ、めちゃめちゃええ仕事してますよ、うん、豆腐がまた体温まるんですよ。最近はでもあれですからね、食の多様化でね、まあ欧米食というかね、あの和食食べる、まあ、人もいますけど洋食ね食べる方の方が多いと思うんですよ。特に週末とかね、週末とか外食される方ほとんどだと思うんですよ。昔はあれですよ、昭和の時っていうか昔はあれですよ、居酒屋とか、まあ子供いうかあのお父さんお母さんが一緒やったらまあ OK みたいな、まあそういう時代だったんですよ昔はね、昭和の頃ですかね。今はもう子供連れて居酒屋行くっていうのはもうほぼないでしょうね。うわ、キャベツがうまい。バターとあのチューブニンニクの、パン風味が最高っすわ。ガリバタ醤油っても最高の味付けっすね。あの白飯が進みますよ。うん、ていうかもっとキャベツ入れたらよかった。今日も昼ちょっとどっかどれ食おうかなと思ったんやけど、めちゃめちゃ混んでましたよ。どこの店もどこも混んでたんで、もう帰ってきてあの出前一丁食いました。まあ今日はもうほとんど家族連ればっかりで、まあまず王将は絶対混んでるかなと思ったら案の定思いっきり並んでました。で、天下一品も行ったけど、天下一品もめっちゃ並んでました。チェーン店というか、フランチャイズ店なんかほとんどもういっぱいでした。席が空いてませんでした。外食は辞退しました。外食っても流行ってるんですよね。外食産業ですか。外食産業って儲かるんでしょうね今。ちょっとこうね、食べログとか今そういうなんでこうネットで評価されるじゃないですか。でやっぱりこの星マークが多いとやっぱりお客さん来るんですよね。あと口コミとか、あと SNS にね投稿したりとかするとね、でみんな見てお客さんがバーッと来るわけですよね。飲食で儲かりますよ。お客さんが来たらの話ですけど、その代わり飲食店は自分のとこだけ店で作るだけとかはなんかあかんみたいなんですよ。いろんなとこ手掛けでいかなあダメらしいんですよ。どっかのスーパーにこう弁当をこう置いてもらうとか、オリジナルのなんか、ね、商品をこう小売りで売ったりとか、どっか の,、ね、あのレストランとかとレストランというか飲食店とちょっとコラボしたりとか、ね、もそういうのが必要らしいですよ。まあ、広げていくというか、それはあれですけどね、それなりに人気店になってからですけどね。まあ飲食店というか人間で1日3回飯食いますからね。必ず飯は絶対に食わなあかんか、まあ、まあ食わんでもいいんですけど、
まあまあ絶対に食べるじゃないですか、ね、めちゃめちゃ人間生きていく中で食べることってめちゃめちゃ重要ですからね。それは飲食店、それはお客さん来ますよ。ポークビッツとキャベツ、もっと作ったらばな。ちょっと量が少なすぎた。味付けがめっちゃうまくて、ビールがめっちゃうまいっす。一人でね、家で飯作るよりね、外で食いに行った方が安いですよ、正直、うん、特に唐揚げ、店で唐揚げ定食とか食べた時、家で作ったらタコつきますよ。まあ言ったら、料理作ったら基本的に水道代とか電気代とかガス代全部使うじゃないですか、基本的にね。水道も結構使いますからね。光熱費結構かかるんでね、国にいた方が安いですよ。まあ家族連れで行った場合はちょっと微妙ですけどね。まあ家族で行ったら、まあ例えば4人家族で行ったりすると、もう1万円ぐらい行くでしょ。まあ1万円は行かないかもしれんけど、1万円に近いぐらいの、まあ、金額行くでしょ。まあお子さんとか連れて行ったりすると、やっぱり最後のデザート食ったり、何回もやっぱり1万円ぐらい行くでしょ。まあ家帰っても、家で作っても、それなりにやっぱかかりますよ。まああとはね、実家から野菜送って来られたり、まあお米送ってもらえたりとか、まあまあそういう方は結構いはると思うんですけど、そういうのがあれば結構、食品も助かるんですけどね。もうそれなしでもう全部自分のところで買ってるとなってくると、なかなか厳しいですよ。まあ、結局は量とか何を作るかでやっぱりその金額が変わってきますよね、うん、やっぱり肉系とか使うと、肉とか魚系使うとやっぱりそれあの金額にいきますね。あとそれと量ですね。まあ男は食べますからね、ほんまに。ポークビッツまた買おう。ポークビッツこんな甘いと思わなかった。まあでも僕はまあ一人もんなんで、家で作るのも自由やし、外で食べに行くのも自由やし、まあ全て自由なんでね、楽は楽ですよ。やばい、まあなんかね、家族とか、まあ、彼女と同棲とかしてるとやっぱりね、合わさなあかんですよね。一人もなんか自由で楽ですよ。まあ寂しいっていうとかね、寂しいとかそういうのは多少はあるかもしれませんけどね、一人もいたら。まあでも友達とか彼女がおれば別に寂しいとかそんなことないですけどね。まあ一人でいる方が結構楽しめますよ。人と交流するとお金がかかります。僕も一時を交流しまくってる時があって、もう行ったらもう飲んで食うんですよ。まあ、男同士。まあ女性と会う時は飲み食いとかあんまりせえへんですけど、
ね、まあ、スタバ行ってちょっとコーヒー飲む程度なんですけど、男同士だったらカフェ行くわけにいかない、いかないじゃないですか。どうしてもやっぱり酒飲めるとこ行くじゃないですか。飲んでつまんで、まあ、そんなってことはやっぱタコつきますよ。男同士で飲みに行くとやっぱり飲むんですよ。女性と行った時はねちょっと控えるんですけど、男と行った時はもうガンガン飲むんですよ。もう体育会系なんでね。まあそれなりにやっぱりかかりますよ。こういうするのもちょっと面倒くさかったりするんですけどね、うん、行くのが面倒くさいです。汁を作るときはちょっと味噌少なめにしてるんですよ。味噌って結構塩分多いじゃないですか。家で作るときはちょっと薄めで作ってます。豚汁作るときはちょっと濃めにやるんですけどね。豚汁って薄味やったら美味しくないじゃないですか。ちょっと濃くないとね。外食に行った気分です。まあ家で食うとね、まあ、多少ちょっと味気なかったりするんですけどね。例えばまあ店で食ったやつをそのまま家に持って帰ってそのまま家で食べたら全然違いますよ。店で食った方がめちゃめちゃ美味しいですからね。家で食ったらなんか知らんけど美味しくないんですよね。何かまあちょっとまあちょっと寝ちゃっとするっていうのもありますけどね。べちょっとするというかね、持って帰ると店のその おしゃれな雰囲気っていうか店の雰囲気ってめっちゃ大事なんですよね。飯食うときは。例えば電車なんかでちょっと遠で旅っていうかあの、まあ、5時間とか6時間とかかけて旅するときとか、こう窓際でね駅弁食いながら景色見ながら弁当食ったらめちゃめちゃ美味しいじゃないですか。まあそんな感じですよね。景色見ながら食べる弁当ってね、別格にうまいですからね。なんでなんですかね、飯って。飯食べるときって、ほんま雰囲気ですよね。例えば男同士で食べる飯と、女性と食べる飯とでは全く違いますからね。うん、まあ男同士で食べる飯って、まあ、ほとんど喋る会話とかないんでね、コミュニケーションがないんで、もうガツ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 食べるんで、まあ、それなりに美味しいんですけど、やっぱり女子と行ったら、やっぱり女子と一緒に食べたら、やっぱりうまいそうね。なぜか知らんけど。まあ、酒も一緒ですけどね。一人で飲む酒と、ね、複数で飲む酒と、女の子と飲む酒とでは全然違いますから。僕は仕事の時はもうあの人もね、もう自分の世界に入って、まあ、食べるというか、まあ、YouTube 見ながら食べたりとかね、まあそういうなりに楽しみで食ってるんですけど、まあ男、まあそうですね、昼休み男同士で一緒に食べるっていうのはあんまないですね。
まあ一緒に食べに行く行ったら喋ることがないですからね、うん、男で喋ってもしゃあないというか、まあ、仕事の話は普通にするんですけど、男同士でプライベートの話ってあんませんでしょ。まあ交流友達だったら別だけど、まあまあ男同士はつまらんすよ、はっきり言うて。まあ二十歳ぐらいまでですかね、30代ぐらいまでですかね、男同士でワイワイ楽しいの。もう年ある程度30回る、30の後半超えてくると男同士のこう付き合いがね、もう出まくさくなって鬱陶しくなるんですよ。もう喋ることがないんですよ。まあ、仕事の話とかはネタが切れへんですけど、プライベートの話なんかもうほぼ壊滅ですよ。ああ美味しかった、はい、ごちそうさまでした。ああ今日の飯はめちゃめちゃうまかったですよ、はい、本日は、ポークビッツとあのキャベツの、ガリバター醤油炒めと、あとご飯と味噌汁、それと贅沢ゼロでいただきました。めちゃめちゃ美味しかったです、はい、これからもいろんな動画上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それとご視聴の方も最後まで見てもらえると非常に嬉しいです。それでは明日から週始めなんで、明日から仕事なんで、皆さん今日は早く寝て明日の仕事に備えましょう。それではまた会いましょう。